ロールこのまま入ってっていいんかな、それとも一回避けた方がいいか。おはようございます。このまま入れていいですか。はい、よいしょ、はい、着きました。今から寝てくれるそうですが、ちょっと今日はあいにくの雨ですが、あげてくれてます。はい、毎度のことながら手続きに来ました。船を上げてから、事務所に行きます。まあ、もちろん先に電話で予約をしてるんですけど、よーし、じゃあ中に入りまーす。はい、はい、乗りまーすこれ、富士通ついてるか、うん、結構、あんまりついてないね。あんまついてないね。なんで？だから、あ、まあ、残るもんね、うん、もっとすごいかなと思ったけど、すごい落ちる、すごい落ちる。高圧洗浄20分1030円です。はい、はい、メダルを入れます。はい、塗料と一緒に取れました。こんだけこんだけやった楽でいいよね、こんだけだったらね、うん、はい、で、ちゃんと掃除して、はい、バケツに、ここにバケツが出てあるんで、ここに入れます。以上です。はい、はい、とりあえずペラで、最近ペラのこの中に P ラインがピューって、ちょっと中どんななってるのか見てみたいんで、はい、ちょっと外して、もしあれだったら全部ペラの中の糸を取りたいと思います。大丈夫なの？わからん、つけれるの？ちゃんと、うん、頑張ってみるとりあえずここにベータピンがあるんで、ベータピンを潰して戻します。爪曲がっとるやつを戻します。抜けるかな、抜けそう。お、抜けた。はい、でこれで抜けました。これ大事なんで絶対なくさんように、うん、はい、で、ここから緩めていきます。最後にギュッと締めとるだけじゃけすぐ取れますよってマリーナの方言ってました。キワさんで、よし、まった、これで取れます。なんか最後にギュッと最後締めて、まあ、リピンぐらいのところで止めろって言ったっけ締めすぎるなってこと。そう、締めすぎたらダメよ。で、これで抜けるんだ。抜けます。で、よ、まだここに、あ、ワッシャーと、いや、なくしたら大変、なくしたら大変ね、で、これが外れます。はー、糸ついてないじゃん。これ糸ないじゃん。あ、あるある、いっぱいある。わー、やばいわ、やばいことになってる。あ、これ、うん、これ一番やばいところに入ってる糸が、ね、うん、
うわ、すごい糸。そんなに絡む？あ、糸だらけだ。ほら、出てきた。言うてそんなに一人前ぐらいだろ。うん、一人前ぐらいかもしれない。この回転の逆を回していきゃ取れるな。うん、のはずなんだけど、うわ、あ、結構あるよ。巻いてるね。うん、これがこの中に入っていくと、そのオーリングを傷めてダメになる。内側にね。そう、そうなってしまうと、なんか修理費が30万とか40万とかいう世界になってくるんで、なるべく。あ、でももう取れそうよ。はい、取れました。もうないかね。木だったね。うん、もうないんかね。溝じゃろ、そのこの溝、溝バッチリ。うん、いや、よかった。はい、今回の超過は超過じゃないか、こんだけ入ってました。結構あったね。結構ある。これぐるぐる巻きになってる。いや、危ないとこだった、ね。うん、皆さん、あの P がこう巻き込まれたらすぐ巻き込まれたって言ってくださいあの別に怒ったりしないんでお願いします。はい、はい。ここら辺も塗っとけって言われる。よいしょ。大丈夫？うん、これ塗っとかんと。いや、これ塗っとかんと、これ抜けんくなるよって今度。ああ、なるほどね。うん、なんか塗っときって言ったっけ。塗っときます。でないと、なんかもう取れんくなったらいけんけ、しっかり塗っときなさいとマリアとか言ってました。しっかり塗っときます。よくわからんけど、まあマリン用グリスだけ、その一気に溶けてなくなるようなタイプではないんだろうね。はい、で、ペラを、こペラ溝溝になってるんで、うん、溝に溝に合わせて、ね、はい、こんな感じで、はい、よいしょ。それ、外れんの、うん、油じゃん。あ、最後ベータピンで止めるけ、多分大丈夫だと。で、このまま今締めていってます。まあ、ギュッて締めるなって言っとったんで、今手で締まるとこまで限界までいってます。で、穴がここにあるんで、ここだ、多分ここだ。ちょうど穴位置と、うん、ね、あれがぴったり合っとるけ、ベータピンを差し込んで、入った、ほら、うん、な感じだったかな、うん。あ、隣に船がおるけど見てくださいで、うん、お、入った、な感じだね、うん。どう、反対側立ったもんね。うん、反対側もやった方がいいんかね。いや、知らない。ちょっとだけ、うん、はい、バッチリ、うん。で、一応中の掃除は終わりです。はい、はい、はい。ギアオイルも今回変えようと思います。はい、はい。ギアオイルはあのマリーナで買ったんですけど、僕がよくわからんって言ったら、マリーナの人があのセット貸してくれましたすいません、いつも。はい、で、抜いてみます。ここにドレーンボルト、こっちの上にもドレーンボルトあります。で、まず下を抜いてみます。あ、ビシャーって出てくるの。うん、はい、抜きました。え、あ、できる、できる、おい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 、やっぱ多分ね、うん、あ、スタイルよ、やっぱスタイル、スタイル、スタイル、はい、これを今下を抜いたんですけど、うん、上を開けると多分一気にジョボーって、うん、ジョボーって出るはず。エアーが入るけんね、ほら。あ、ほんまじゃ、出てきた。でーす、すげえ色、すげえ色で、これパッキンが入ってるんで、いや、もう捨ててください。そう、うん、絶対あのパッキンは新しいものに交換してください。あ、じゃけ使い捨て。そうそうそう。で、下がこっち、
上がこっちでした、うん、はい、違うわけ、そう違うわけ、覚えとかね、ほら、うん、これ絶対あの二重に なったりせんようにちゃんと、うん、確認して、うん、ちゃんと取ってください。2つ吸い取ったら絶対そこから漏れてくるんで、で今オイル出てきてるんですけど、うん、はっきり黒いんですが、うん、黒いってことは中に海水とか、うん、そういったものがきちんと入ってないというか健全な状態です。入っとったら黒くないってことですか、うん、乳白色になってる。で下にちゃんとあのドレンを置いて抜いてください。はい、うん、これがパッキンです。同じものです。あのもうギアオイル変えるって言ったったら、うん、あの社長がもう頼んどってくると。ナムナズリさすが。このパッキンをつけます。で下側もパッキンをつけておきます。はい、雨も上がりました、はい、カッパ脱ぎました。はい、はい、脱脂剤で綺麗にします。はい、綺麗にしてから、よいしょ、これ借りてきたやつ、これを下側に、ほう、はい、こっちだ。で、これを上からオイルが出るまで入れ込みます。何これ？ギアオイル。中入った？うん、中入っとる。中出てくるのかな、これ入る、多分上から出てくるんだって。ジューっていきゃったら、きれいきれいきれい、きれい、こんな色だったん、うん、で、これが先ほどの上側ね、閉めます。キュッキュッ。で、今度下側、よし、一気にいくぜ。多分、一気に抜く、そう、上を先に締めとけば、とりあえずエアーが、うん、かまんけ、出にくい。キュッ、今キュッって締めた、うん、これでギアオイルが交換ができたと。もうあともう一度高さがちょうどいいんだ。何回目なの？高さ、高さがちょうどいいんだと。俺この間の時もここでめっちゃ頭打ったけど、記憶があるんだけど。よし、はい、綺麗になりました。怖いの子。よいしょ。グリスアップしていきます。ここにグリスニップルっていうのがあります。よいしょ、ちょっとグリスで。ここにこのグリスのやつを差し込んで、はい、これを握ると、どこ、うん、どっから、どっかから、ん、あ、ほんとできた、見て見て、見て見て、ほんと出てきた、なんか出てくるまで刺せと言ってました。よし、一個ここ、で次ここなんだけど、あ、出てきた、出てきたね。はい、次はここ、ここね、えい、うわ、出てきた出てきた、こっち側に出てきよる、へえ、いっぱい出てきた。はい、これ絶対せんねんけど、うん、これもしとかないけんって。はい、でさらに下側か、よいしょ、あ、これじゃなくて、あ、それじゃ、え、これじゃない、これに差し込んで、よし、いくぜ。あ、なんか部長って言うよね、部長って言うのすごい。あ、上見て、上、うわぁ、すごいですね、できた、できた、あぁ、すげえ汚い色よ、こっち側綺麗に出てるよ、出ようぜ、うん、あ、ほんまじゃねえ、あ、でも出てきよるわ、だんだん。じゃあ、アノードの方も今回交換します。はい、これヤマハの純正。
あの音です。それは何のあれ？何するもの？これはですね、ちょっと偉そうに言うと、船っていつも水の上に浮かんどるじゃないですか。まあ僕の船がそうなんですけど、はいはいはい、で水とこの FRP の摩擦で電気がすごく静電気が起きる。でここにボルトがちょっと分かりにくい2本もうえらいことになってる、ね、えらいことになってる。ちょっと外してみます。これ、10ミリの、うん、はい、10ミリ使ってます。外れた。意外に簡単。うん、意外に簡単。なんか硬くなってそうなのかな。ねえ、なってないね。取れた。さあ、取れるんでしょうか。なんか、これ、あ、これ？これアースかな。取れた。息もすげえついてる。ねえ、でそんなに言うほど減ってないよね。汚いだけど。うん。もっと溶けてなくなっとるかと思ったけど、そうでもないです。マリーナの社長がですね、はいはい、この外した時にここにもちゃんとグリスを塗っとけと、うん、言うとりました。でないと取れんくなるけね。はい、はい、でこれがアノード、新品アノード、綺麗。じゃあもうつくかな。こんな感じかな。それだけ。うん、うん、どっちがいい？どっちでもいい。どっちでもいい。いや、そう。いや、見えるとこがないし。まあね。で、そうやって船屋さんはしとってんだね。ね。細かい技術があるよね。うん、これアースね。アース。よいしょ。これはね、無理やりね、初めからあのバリバリ回していくとネジが舐めちゃう。しっかりもう手で締めるとこまで締めて、最後にはい、早、はい、終わった。アノード交換終了です。やった、いいね、完璧。よかったね。よかったね。よし、じゃあ次は塗装に入らなきゃね、うん、先日買ったうなぎ塗料1番ネオブラックです。はい、ちょっと振ってます。うわー、黒黒いいじゃん。よし、じゃあこの黒いのを塗っていきます。よし、見れんよね。見れるね。前から これ開けとっていいの。うん、綺麗にね。いいね。色塗りました。はい、黒です。はい、やっぱ黒がもう締まるね。うん、いい感じ。まあ今日はここまでかな。はーい、はーい、じゃあまた明日。はい、 See you。 水だけ塗って塗っていきます。はい、はい、じゃあ待ち時間にエンジンオイル抜き替えだけします。はい、はい、でオイル交換するときは大事なのはオイルを抜く前にオイルのドレンがちゃんと開くかどうかを確認してください。はい、これ絶対です。ドレンちゃん入れるところ、もう固まって入らんくなったらもう抜いたら終わるけ。毎回よ、毎回よ、これ一番大事なの。はい、どんどん抜けてってます。はい、はい、立て抜けます。はい、はい、はい、オイル入れました。はい、どこまで入れるの。うん、ここで OK、 この範囲内。はい、はい、で OK です。うん、はい、風緑つけてみようと思います。この間買ったやつで、中これ開けてみると説明書ないなと思ったらこの中にありました。はい、はい、バッチリ日本語です。違うね。これどこの言葉？英語？はい、ちゃんと物が揃っているか確認してください。それから、これをこれがここにつくかどうかを確認してください。向こうから風が吹くってことね。こんな感じ。風が吹いてる方向に向かう。そう。へえ。ちょっと外してみます。
んでこれを差し込んで、うん、まあでもついた念願の念願の、はい、うん、やった、はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。今回は剪定の塗料塗り替えと、それからエンジンの方、はい、はい、まあオイル交換、ギアオイル交換、なんかプロペラに P が取ったり、いろいろ整備させてもらいました。はい、はい、でこれで終わったんで、今から廿日市に戻ろうと思います。はい、はい、戻してもらいます。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあまた、バイバーイ。バイバーイ。